思った思った。二条狩り、二条狩り。二条狩りなんか楽か。いや、一日かかる。そりゃかかるぜ。細かったら細かしという。思ったんかな。細かったら細かしと時間はかかるさよ。まあ、で、ほら、狭かけんさ。一時間のこと。枚数を覚えて。いや、もちろん。いや、これやんじゃなかけそらそうしたよし、自動で切り替わらんかな、自動がやっぱね、あのさ、自動やっちゃうのかもしれない、チートラインよりはマシじゃん、そうね、一応わかるけどね、そうね、
かかるぜ。細かったら細かしい。乗ったんかな。細かったら細かしく時間がかかるさ。まあ、で、ほら、狭かけんさ。一挙時間のこと。枚数が多かった。嫌もたもた。いや、これやんじゃなかけん。自動がやっぱね、あのさ、自動やっちゃうのかっつって。シートラインよりはマシじゃん。うん。そうね。一応わかるけどね。そうね。どうなんやって。朝の方がよかったっすね。めったり、めったりって。マジで？あっちや。半分ぐらいはね。マジ。朝5連やったなんで10思いとったんだね。あもうあんやろ、ベッタリはないやろ。あ待ってんな、今度木曜日雨だ。雨雨でどっかと寝る、その寝かけどこだったらだんだん寝てくった。それがややけんと思ってか。ああ今日かきよって、うん、もうちょっと早まってるから。どんな明日ぐらいかと18。明日は僕ちょっとちょいや、まだ明日と明後日教会やってるけど。あ、そうや、うん、夜勤が今日した。ああ、なるほどね。18ぐらいからで頂上までに、うん、
もう乾いとった。もう乾いとった。もうどうせ使ってる相手は一緒じゃんっていうね、買ってやっちゃう。この線行きましょう。バラ取りしようちゃう。今日昼会くびるって言われたとて龍神とか。朝龍神とか稲刈り行かないかって言われちゃって。ダンプ化してって言ったら。ああ。稼いでくれて。で、昼会くびってみよう。バイトって使うときはパリクルケーキって言うから下手したとこも首に、ここはやっぱ首に食ってたわ。あとは下手した寄せとらな、わからん昨日の寄せとらん、待って寄せとらんやったわけじゃん。やっぱ知らんこと寄せとらんと塩ずれだけど丸で寄らんと。ああ、最初ね、うん、塩ずれの方が早かったけど、早かったっていうか、わかるところへんが良かったっていうのが、わかるの一枚ぐらい昨日買ったので、ちょっとずつあと買い付けられたんですよ。まあ、あんなに振ったらいかんと思って買い付けられたんですよ。するちゃんの買いやん、ええー、そりゃあって言って、そうか、